こんにちは。日曜日はリボルバー。今回は私の持っているリボルバーの中でも、かなり思い入れの強いモデルをご紹介させていただきます。ハドソンのカスタムですね。アシタラントリビュートモデルご紹介します。このアシタランっていう方は、この小林弘隆さんの別名義ですね。こちらはもう皆さんにも本当おなじみの、MGC でパッケージデザインとかねされていた方ですけれども、画家とかそういう活動もねされていたということで、その方がねお亡くなりになった後にね、ハドソンの方からね、受注生産みたいな形で製造されたモデルですね。はい。でちょっと銃本体をお見せする前にですね、流れとして、まずこれは予約をしてましたね、私ね。予約賜り証というのをいただいてます、ハドソンさんの方からですね。はい、こういう形で。でこれを持って、予約としますということで、納品まで大事に持っててくださいねと書かれております。これがですね、お届け予定日というのがですね、この時点で1999年の4月の30日になってます。はい。で、こういう形でね、予約をしてね、この銃は手に入れたと。で、もう見ることもないでしょう。ハドソンさんのね、封筒なんかもね、今じゃもう大事に取ってあって。封筒の切れっ端の方まで取ってあります、私は。で、結局少し伸びたんですかね。ちょっと正確な日時なんてもちろんね、覚えてないんですけども、こういった形でお待たせいたしましたと。で、とにかくオイルをつけないでくださいということが書かれております。表面とかにね、内部の動作部以外にはやめてくださいということが書いてありますね。それと、ご愛用者カードと。それから注意書きと、カスタム品ですのでということですね、いつもね。と、ハドソンのね、結局私このハドソンの、シングルアクションアーミーはかなり揃えていくことになるんですけれども、この時期からね、共通のマニュアルが入っているということです。でトリビュートというか、モデルということなんでね、記念モデルということですよね。でこういう形でね、銃はね、こういう本体となっております。後ほどゆっくりお見せしましょう。それから、付属してくるのは、ジッポ、それとカートリッジ。でこのジッポーがね、泣かせるんですよね。よいしょ。もう全然出してないから、もう出すこともないんだろうな。ちょっとね、全然出してもいないという感じですね、これ。見ただけですね。よかったです。こういう動画なかったら紹介する機会もなかったと思いますね。こういうジッポーがね。おなじみのイラストですよね。これがついてくるということですね。で、銃本体の方なんですけれども、今日はすいません、作動とかしませんので、そこはご容赦ください。こういう感じです。もちろんね、ここにね、プレートがありまして、このプレートのためにね、作られたモデルだろうと思っていただいて結構です。生年から没年までがね、全部ちゃんと入ってますね。でグリップ、このマークはね、よくご記憶されてる方もイニシャルはね多いと思います。でこちら側にもね、同じようにね、刻印が入っている。で、しっかりモデルガンですから、インサートは入っています。はい、
で別のモデルでお見せしますけれどもね、ハドソンさんのこの、シリンダーインサートなんですけれども中空になってますよね。でこの部分にね、ダミーブレッドをはめたモデルが他にあります。結構ねいい雰囲気です。こういう感じですね。非常にね凝った作りじゃないかなと思いますね。この辺はこれ汚れて、メッキがもうダメになってきてるのかな。そんな感じですね、もうね、はい、この辺もね油つけないでくださいって言われてるんでね、つけなかったんですけれどもね、まあ、つけてても同じことでしょうね。広高小林さんという感じで、ね、名前が入っているということですね。まあ劣化してる部分はねちょっとどうするかっていうのはこれから考えますけれども、まあ、うまく補修できるんだったら補修してもいいし、まあ、油つけちゃってねもうダメにしちゃってもまあ困るんですけど、まあ、いずれにしてももう20年以上前のものですからね。我が家でもねかなりいい環境には保存してあったはずなんで、保管してあったはずなんですけれどもね、やっぱりまあこうなってきてしまうということですね。まあこれはただ外観上がどうなろうがもう私にとっては一つのその、なんていうのかな、もう思い出なんていうと思いですけれどもね、そういうまあアイテムなんでそのまま持っていようというふうに思います。今日でもご紹介できてよかったです。本当こういう機会がなければね多分開けることもなかったんじゃないかな。ずいぶんこれから先も長いことということでね、小林さんのねその小林氏の、足跡をねたどるには、まあ、最適な本は今まだ、中古っていうか、まあ、古本として流通していると思いますけれどもね、まあ、素晴らしいですねこの本はね。まあ、以前ねちらっとご紹介した時に持ってますなんて方も結構いらっしゃったんで、まあガンマニアに限らず映画ファンの方にはまあ必見の書じゃないかなというふうに思います。正直言ってこのイラストを読んでからその作品見てみようと思うようなことって結構ありますね。はい、洋画から邦画までね、しかも結構私の好きなね古い作品なんかに関してもたっぷりとね情報が出てますんで、ちょうど今朝ねこれ見ましたね、パイソン357、ポリスパイソン357ですね現代はね、砲台はね後ろにそのままスラッシュで、パイソン357真夜中の刑事っていうタイトルで出てますけれどもね、イブ・モンタン氏ですね、まあ、歌手も兼ねてらっしゃいますけれども、この方がですねもう結構いい年なんですけれどもね、ダーティハリーバリにね、射撃訓練したりね、何より素晴らしいのはね朝飯をね丁寧にこう目玉焼きを2つ作るんですけれども、そのシーンとかコーヒーを入れるシーンと並行してね357のカートをね、自分のね部屋でね作っているシーンが出るんですね。これは非常に貴重な作品ですよね。あんだけパイソンをフューチャーした映画をフランスで作るっていうのはどういう流れだったのかがちょっとよくわからないんですけれども、まあなんていうのかな、イブ・モンタンの雰囲気がねアクションスターって感じではないですから、そのひょうひょうとしたねもう初老の刑事がねなぜかパイソン持っててね、それをバンバンぶっ放すっていうようなね、まあ、射撃訓練の時ですけれどもね、まあ、抜き打ちまで見せてくれるというところでね素晴らしい作品ですね。こういったね、小林氏のね、イラストの成果物が今こうやってね一冊にまとまって読むことができるし、でそれに付随して映画の情報も素晴らしいということで、この本はねちょっとまあ価値ありですね、はい。で、私はあまり詳しくないんですけれども、小林弘隆氏っていうのはですね小松崎茂さんのお弟子さんっていうことになってますね。でやっぱり我々はこれを読んだら次はこれを読まなければならないだろうみたいな感じでね、小松崎しげるさんのねやっぱ作品っていうのもね我々の世代にはもうたまらないものがありますね。我々よりちょっと 上だな、我々の親の世代ぐらいからですよね。それから我々ももちろん小松崎しげる氏のね絵にね夢を育まれた世代ですよね。本当にねなんていうのかな、まあ、この辺のところですよね結局ね。もうおもちゃ屋行きゃこの人の絵がどっかにあるっていう感じでしたよね、はい。
フレンドシップ王でしたっけ、これ確かね、サンダーバードの映画版の方に出てくるやつですよね。それからね、あのキャプテンスカーレットのね、追跡戦闘車でしたっけ、なんかそんな感じのやつですよね。スペクトラムっていう組織のね、あのシール、なんか小学校の時、ランドセルに貼ってたの、ちっちゃい丸いのね、と上級銃ですよね。はい、まあ、それからね、謎の円盤 UFO ぐらいまでは、持ってましたね、スカイダイバーね、あと一発必中、インターセプターとはもうマイティジャックですよね。はい、まだ三組立てのね、ビッグマイティ号がありますよ、まだ我が家に。あれどうしようかな、そのまま置いといた方がいいのかな、でも一回どっかで組もうかなっていう感じですね。でヤマトの頃はもう記憶にないですね、やっぱもうまだ書かれてたんですね。はい、まあ、これなんかもね、もう東方力入れてましたよね。今見ても面白いですね、海底軍艦ね。はい、というような感じでね、この小松崎しげるさんのお弟子さんの小林さんが我々にさらにまたね、ガンの世界でね、夢を育んでくれたということですね。でさらにこの兄弟弟子にあたるのかな、小松崎しげるさんの最後の弟子って言われてる方でね、この方のあの、イラストもこうありますね。ちょっとね、これはね、ちょっとやべえのが途中で出てくるんでね、この方もね、MGC のねパッケージいくつか書かれていらっしゃいますよね。はい、ということでね、まあ、そういうつながりなんかも含めてね、歴史の中にね、遊んでみるというのもね、時々は楽しいんじゃないかなと思いますね。でこの本はね、いつも私はあの、枕元に近いところに置いてあって、まあ、あの映画を見るたんびにね、その映画の中身をおさらいしたり、まあ、先ほども申し上げた通り、これを見てからね、改めて見たなんていう映画もね、結構多いですね。で非常にやっぱり、没後の話、ご葬儀の話とかが書かれてますけれども、やっぱりこう周りから好かれていた方だなっていうことが、まあ、分かりますよね。やっぱこういう絵を描ける人って、私のように心があのギスギスしてるような人間には多分無理なんだろうなと思いますね。まあ、絵はね、子供の時からうまかったんですけれどもね、こういうね、イラストレーションという意味での絵はね、全然描けないですね。こういうのが上手な人っていうのはね、私はね、結構ね、素晴らしいなと思います。はい。ということでね、バリバリでね、リボルバーが動くのをね、期待されてご覧いただいた方には非常に申し訳ないんですけれども、今日はね、ちょっとね、おとなしめのね、ご紹介になったかなと思います。まあ、ただしね、これはぜひね、この趣味で一緒に遊ぶ方々とはね、一度は語り合っておきたいなというようなね、方ですよね。はい、私はね、そのアシタランという名前の方はあんまり馴染みはないんですね。イラコバさんなんてね、いう呼び名の方がなんか多分私たちはよく目にしてたのかなって気はしますね。まあ、ちょっとね、もう劣化も始まってしまっている、トリビュートモデルなんですけれども、まあ、こういうのをね、やっぱり出してくれたね、ハドソンさん、まあ、非常にね、嬉しいっていうかね、あのなんかさっきの予約とかのやり取りなんかのところをご覧いただいて、多分感じていただけると思うんですけれどもね、まあ、非常にいい意味のね、中小企業っていう感じですよね。で私はそういう買い物が好きですね。はい、やっぱりね、あの買った時の思い出込みで製品なんでね。最近はね、本当にもう機械的にね、通販なんかで買っちゃいますけれどもね、時々問い合わせとかで電話した時にね、向こうの方とね、触れ合うっていうのはね、コミュニケーション取れるっていうのもまた一つの喜びですね。まあ、趣味の世界ですからね、そういったものをね、効率以上に大事にしていきたいなというふうに思っております。ということで、今週のサンリボはですね、ハドソン産業の、アシタラントリビュートモデル、ご紹介させていただきました。ではまた。